パホテルのランチブッフェです。 GoTo イートランチしました。取るときは手袋をする必要がありました。阪急大阪駅から神戸に向かいます。ここは広いですね。阪神電車に30分乗って神戸三宮に行きます。神戸三宮駅に来ました。ミントというファッションビルで、ラウンド1、そして今からこっち側の元町方向に行っています。元町に中華街があるそうです。こっちから来ました。で、神戸三宮センター街、ここは行ってみましょう。すごく人が多いです。服、食べ物、ラッシュなどなど、いろいろ何でも揃いそうですね。こっちが三宮駅で、こう来ました。東京駅付近に似ています。こっちに行きます。と元町駅、そこからこっち中華街の方へ来ます。神戸中華街の長安門に来ました。今修学旅行シーズンなのかな。スパイダーマンとか中華っぽいファミマとか、なぜか女子中学生が多い気がします。いちご飴とか買ってましたね。行列ができていて、元祖豚まんじゅう、老少期、200-300メートルぐらい歩くと終わりです。中華街から南に向かうとメリケンパークです。メリケンパーク前、歩道橋を上がっていきます。着きました。ポートオブ神戸、そして網で、向こうには B 神戸、広々としています。向こうがオリエンタルホテル、これがスタバで、スタバしかないぞって聞いてたんですけど、このメリケンパーク本当に食べるところはそうかもしれない。で、ここが海洋博物館、船っぽい、ルミナス神戸という船と B 神戸ビーフ、ここは眺めがいいですね。等間隔に人がいます。ゆったり歩く場所という感じですね。スケボーができたらメリケンパークって感じでいいんですけど、釣りをする人がいてもいいような気もしますが、禁止されてるんでしょうか。いません。欲張りセットです。石像、スタバ、タワーと海洋博物館です。座るとこんな感じです。神戸海援隊、1991年、30年経ってますが、しっかり残ってますね。今後100年とか残りそう。メリケンパーク、そしてスケートボードは禁止でした。足を休めます。ゆったりとした時間を過ごすのにいい場所ですね。楽器を演奏したり、広々としてるんで子供を自由に走らせたり、くり抜かれた石があります。こっち側に神戸駅があるんで、さらに南西に行こうと思います。この辺にモザイクって書いてあって、ここですね、多分お店があると思います。スケボーをやってますね。モザイクの近くにやってきました。観覧車もあります。港湾都市神戸ということで、港湾都市横浜に似た感じがあります。こっちから回っていこう。これ座りやすそうでいいですね。で、なんかこの場所、そういえば
あのカメラマンのイルコさんっていう人がいるんですけど、これに座ってだったかな、このアングルで映ってることが多かったですね。ちょっと真似してみようか。こんな感じかな。天気が良くて良かったですね。ただ明日は天気予報で 90% 雨で、雨の中 USJ に突入する予定です。カッパ来て。なんでも今日午後3時だけど、体力温存のためにキロに着きたいです。ボーボー神戸、下が空いてるんですね。モザイクに着きました。なんかワクワク感が伝わってきますね。モザイクの10月の平日はこんな感じです。モザイクゴンドラです。そしてこっち、アンパンマンのチルドレンズミュージアムで、こっちにバイキン秘密基地っていうのがあります。岩にアンパンマンたちがメロンパンとかめり込まれています。ピント合うかな。パンパンです。ほっぺたがツヤツヤしています。そしてこの道を行けば JR 神戸駅のようです。バイキンです。ドキンです。ちょっと石が赤っぽくなってる。金属でできたキリン、いい感じに錆びています。福岡の天神より空いている気がする。海江というショッピングビルだったり、クジラだったり、やっぱ港湾都市なんで水と関連が多いですね。神戸駅に突入です。天井も波っぽくなってますね。今通ってきたのは神戸ハーバーランドでした。神戸中央口、じゃあ帰っていきますか。行きは阪急電車でしたが、帰りは JR で帰ります。バスセンター、梅田淀橋。ちょっと早いけど4時半に帰還と、大浴場に入って整いました。まだ17時です。この時間だと洗濯機も乾燥機も空いてました。夜遅くになるにつれすごく混むので、使いたい人はできるだけ早めに洗濯を済ませちゃうのがおすすめです。疲労困憊だったんですけど、今日なんとか正午に起きて神戸行って、あの広々とした神戸を感じることができて行ってよかったです。今日はフォーを食べに行くというタスクがまだありますが、神戸編完了ということでお疲れ様でした。乾燥機30分ジャストで取り出すの完全に忘れてました。何分かオーバーしてたと思います。乾燥機に突っ込んだ瞬間に30分のタイマーをスマホでセットしておくといいです。結構忘れやすいと思います。部屋の中にないので。ベトナム料理ノンラーに GoTo イートしに来ました。行きましょう。フーティウっていうのを頼みました。あと333ビール。フーティオが来ました。美味しそうですね。アパホテルの鶴って羽を下げてるんですね。おしとやかな印象です。